日本対オールセントラル、この一戦をお送りいたします。日本の先発は右のダルビッシュ、対するオールセントラルの先発は右の森下、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右のダルビッシュマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、トップバッターは近本。第9球投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げました、インコースのボール左へ切れていきます、ファール。第6球を投げた、低め外れてボール。第7球を投げた、アウトロー、空振り三振、まさに日の出るような直球。バッターは2番塩見。第9球投げた、打ちました、初球打ち、三遊間の当たり、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の佐野。第9球投げた、膝元ボール。第2球投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。佐野、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9球スプリットはボール。第2球投げました、打った、ダルビッシュボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー佐野残塁に終わりました。日本立ち上がりを無得点に抑えています。右の森下マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、日本攻撃に入ります。先頭バッターは山田。第9球高めいっぱいストライク。第2球投げました、ボール。投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、内野ゴロ。中田取った、中田そのままベースを踏んでアウト。バッターは指名打者大谷。大谷翔平背番号16。第9球投げました、チェンジアップはボール。第2球投げた、ストライク。投げた、打ちました、左中間のフライ、レフト前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは牧。牧秀悟。第9球投げた、ストライク。まずは見送りました。第2球投げた、ボール。第3球決まってストライク。第4球はボール。第5球投げた、あっと、いった、一直線、入った入った、ホームラン、先制ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、失投を逃しませんでした。日本1点先制、1対0。今チームメイトが迎えます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは4番村上。第9
投げました。真ん中にストライク。第2球投げました。低めの変化球ボール。第3球を投げました。決まってストライク。さあ4球目ボール。第5球投げました。打ちました。アルボール。さあ6球目ボール。さあ7球目投げました。打った。坂本バックしていった。落下点に入りました。取りました。これで3アウト。1回が終了しまして1対0、日本まずは先制しています。2回の表、これからオールセントラルの攻撃に入ります。トップバッターは中田。第9球初球スライダー空振り。思い切って振っていきました。第2球投げた。見送ってボール。第3球は3球目空振り。第4球を投げた。打った。ボールにお気をつけください。次は5球目打ちました。鈍いゴロ。源田ボールを取る。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番坂本。ストップ坂本。背番号第9投げた。インハイ際どい球ボール。第2球アウトロー際どい球ボール。投げた。決まった。ストライク。第4球を投げた。アウトコース低め。ストレートは外れてボール。さあ5球目空振り。第6球を投げました。ツーシーム。空振り三振。バッターは7番佐藤。第1球投げました。打ちました。ファール。第2球投げました。高めボール球打った。ライトへのフライだ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ダルビッシュ三者凡退に抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、日本攻撃に入ります。この回のトップバッターは鈴木。背番号51。第9投げました。初球外れてボール。第2球打った。痛烈な当たり。右中間へのフライ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番近藤。第9ストライク。いきなり151キロ。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。ボール。投球これから4球目打った。岡本掴んだ。一塁送球アウト。近藤いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。投げた。打ちました。痛烈。伸びた。伸びていった。レフト見送った。ホームラン。ソロホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。甘い球を完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは8番源田。源田壮介背番号2。第9投げた。初球外れてボール。第2球ストレートはボール。投球は3球目投げた。3球目空振り。
投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第5球投げました、外れた、ボール。次が6球目、投げました、おっと当ててしまった、デッドボール。バッターは9番甲斐。第1球投げました、初球縦のカーブは空振り、バットが空を切りました。第2球ランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。第3球を投げました、見送ってボール。投球これから4球目、打った、引っ張った、ファール。セカンド牽制球です、二塁タッチはセーフ、投げました、見逃しの三振。2回が終了しまして2対0、日本リードを2点としています。3回の表、これからオールセントラルの攻撃に入ります。先頭バッターは木下。第1球投げた、初球空振り、いきなり152キロ。第2球投げた、低めストライク。投球はこれから3球目、外角低めボール。投球これから4球目、ツーシームはボール、アウトコース低め。第5球投げた、ボール、外角低め。第6球を投げた、打った、近藤余裕があります、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番小園。第1球投げた、初球空振り、思い切って振っていきました。第2球投げました、打ちました、ファースト正面、あっと弾いた、取れない、マーキー一塁キャンバス踏んでアウト。バッターはトップに帰って、しかも第1球投げました、ボール。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、ストレート見送ってストライク。次が4球目、投げました、外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、ライト見上げた、ホームラン、ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。バッターは2番塩見、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げた、初球を打ちました、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対1、オールセントラル、この回1点を返しています。日本この回1番からの高打順になります。トップバッターは山田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、初球空振り、オールセントラル、ここは引っ張りに警戒します。第2球縦のカーバーストライク。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、ストライク、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは DH の大谷、第1打席はレフトフライに倒れています。第9投げた、見送ってストライク。第2球投げました、カットボールはボール。投球は3球目、投げました、外角高め、際どい球、ボール。第4球を投げました、チェンジアップはボール。次は5球目、打ちました、レフト線ぐっと打球が上がっていきますが、取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番マーキー、今日2度目のバッターボックス。初球空振り、
第2球投げました。低めの変化球ボール。第3球を投げました。ボール。投げた。低めストライク。次が5球目。投げた。外れた。ボール。さあ6球目。投げた。打ちました。抜けた。牧、ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。第9球投げた。見送ってボール。第2球内角球空振り。第3球はまっすぐ見送ってストライク。さあ4球目、高めボール球打った。これは打たされてセカンドフライ。掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー牧残塁に終わりました。序盤終了しまして2対1です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは DH の佐野。ボール。投球これから2球目。アウトロー。外れてボール。第3球を投げた。打った。抜けた。佐野、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは4番岡本。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。ストライク。キレのある変化球。第2球打ちました。ダルビッシュボールを掴んだ。アウト。日本同点のピンチを迎えます。右のバッターボックスは5番中田。大きな声援が届いています。第9球初球空振り。さあ次の投球投げました。このボールも空振り。日本ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げました。1球外してボール。第4球は打ちました。ぐーんと伸びて左に切れていきました。ファール。ボール。さあ6球目外れた。ボール。第7球を投げました。空振り三振。バッターは6番坂本。これが2度目のバッターボックス。初球空振り。いきなり155キロ。初球空振りから第2球低め外角ストライク。追い込んでから第3球を三振。最後はキレのある変化球。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ダルビッシュワンアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。4回の表が終わって2対1です。4回の裏日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは鈴木。第1打席はセンターフライに倒れています。見送ってボール。投げました。外角高め。直球は外れてボール。第3球を投げました。ボール。投げた。打ちました。ファールボール。次は5球目。投げた。直球空振り。第6球を投げた。打ちました。右中間へのフライですが掴みました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは6番近藤。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。外れた。ボール。投球これから2球目。ストレートはボール。第3球を投げた。ボール。次が4球目。投げた。直球ストライク。インハイへ。投げました。打った。一二塁間。小園取った。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは7番今日2度目のバッターボックス。
投げました。直球高めボール。投球これから2球目。内角高め見送ってストライク。第3球を投げました。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。カットボール。見逃し三振。日本最後の打者は見逃し三振に倒れました。4回までが終了しまして2対1です。5回の表、これからオールセントラルの攻撃に入ります。この回のトップバッターは佐藤。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げた。打った。山田ボールを取る。セカンドから1塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番木下。第1打席はレフトフライに倒れています。投げた。内角際どい球ボール。第3球を投げた。スプリット空振り。第4球は決まってストライク。第5球投げた。引っ張った。切れていきます。ファール。第6球を投げた。ボール。投げました。見逃し三振。左バッターボックスは小園。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球ボール。投げました。ボール。低め。第4球を投げました。空振り。追い込んで投げました。ボール。さあ6球目投げました。流し打ち。ライナー。打ったバッター一気に二塁へ向かう。バッターランナー二塁でストップ。小園ツーベースヒットを放ちました。日本同点のピンチを迎えます。ランナー一人を置いて迎えるバッターは近本。ひときわ大きな声。初球を打った。ボテボテの当たりはファーストゴロ。マーキーそのままベースを踏んでスリーアウト。リプレイをご覧ください。ダルビッシュ2アウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。5回の表が終わって2対1です。5回の裏、日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは源田。第9投げた。ストレートはボール。第2球投げた。チェンジアップはボール。投球は3球目投げた。打ちました。中田掴んだ。一塁送球森下取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9見送ってボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。打った。第4球を投げました。打ちました。スタンドに入りました。ファール。第5球投げました。ボール。次の球がラストボール。投げました。アウトコース低め。見逃し三振。打順は1番に帰って山田。今日はファーストゴロと三振。第9投げました。ボール。まずは膝元。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。打った。三遊間。岡本ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。日本三者凡退に倒れました。
前半が終わりまして2対1です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは塩見、今日はサードゴロとピッチャーゴロ。投げた、初球から打ってった。村上取った、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者佐野。第9球投げた、初球スライダー空振り。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、打った、フラフラっと上がった。源田交代、落下点で構えます。取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番岡本。第9球投げました、打ちました、初球打ち、破った。岡本ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。バッターは5番中田、今日はショートゴロと三振。第9球投げました、初球空振り。1球目空振りから投げました、打った、引っ張った、アルボール。日本ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げました、スローカーブ、ボール低め。第5球投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、中田いいバッティングを見せました。日本同点のピンチを迎えます。バッターは6番坂本、大きな声援が届いています。投げた、インロー際どい球、ボール。第2球投げた、ボール。第3球は打ちました、ピッチャー返し、源田二塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ダルビッシュ、2アウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって2対1です。日本この回は上位打線から始まります。先頭バッターは指名打者大谷。第9球外れた、ボール。第2球投げた、インハイ見送ってストライク。第3球を投げた、直球ストライク、アウトローへ、149球のストレート。投球これから4球目、変化球空振り三振。バッターは3番マーキー。マーキー集合。第9球投げた、ストライク。第2球投げました、ボール、インローへ。第3球を投げました、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第4球を投げました、見送ってボール。さあ5球目、直球空振り三振、2者連続三振。左バッターボックスは4番村上、今日はショートフライとセカンドフライ。投げました、ボール。第2球外れた、ボール。第3球直球ストライク、外角高め。投げました、ボール。第5球投げた、打った、一、二塁歓迎。中田ボールを取る、一塁へ送る。森下取ってアウト、スリーアウトチェンジ。日本三者凡退に打ち取られました。中盤まで終了しまして2対1です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは佐藤、今日はライトフライとセカンドゴロ、ボール。第2球投げた、打ちました。投球はこれから3球目、3球目空振り、追い込んでいます。
第4球を投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。さあ5球目、スプリットはボール。第6球を投げた、ストレートはボール、アウトローへ。第7球を投げた、空振り三振、バッターアウト。最後は155キロストレート。右バッターボックスは8番木下、今日はレフトフライと三振。さあ次の投球、投げました、インコース、ボール。投球は3球目、投げました、打ちました。次が4球目、投げました、見送ってボール。さあ5球目、打った、ショート左、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番小園、今日3打席目。第1球投げました、初球スライダー空振り。第2球ストレートはボール、投げました、打ちました。次は4球目、投げた、打ちました、破ってった、小園ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。打順はトップに帰って近本、今日はホームランを打っています。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げた、初球を打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、近本いいバッティングを見せました。日本同点のピンチを迎えます。さあここが試合の分岐点となりそうです。第1球投げた、ボール、投げた、空振り。投球は3球目、投げた、ボール。投げました、打った。次は5球目、外のボール球、打った、破った、レフトバックホーム、塩見ナイスバッティングです。日本なおもピンチが続きます。ツーアウト満塁となりまして、佐野ひときわ大きな声援が聞こえます。変化球ストライク、外角高め。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げました、外角球空振り。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、あっと抜けた、バックホーム、間に合うかどうか。日本ここで逆転を許します。3対2、オールセントラル、やりました。これで勢いがつきそうです。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。ダルビッシュ降板、マウンド上は佐々木、今日2番手としてマウンドに上がります。オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、スライダーボール。第2球投げた、外れた、ボール。第3球を投げた、打ちました、セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって3対2、日本1点を取り、森下降板、右の湯浅、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球投げた、ボール。第2球投げた、ストレートはボール、アウトコース高め。第3球はストレート見送ってストライク。投球これから4球目、4球目空振り。投球これから5球目、見送ってボール。第6球は打ちました、岡本掴んだ、一塁送球、一塁セーフ、セーフセーフ。さあリプレイです。6
バッターは6番近藤。今日はサードゴロとセカンドゴロ。投げた、ボール。第2球投げました、ボール。インコース低め、一塁へ一つ牽制球を送りました。投げました、ボール。投球これから4球目、パワーカーブ空振り。第5球投げました、打ちました。さあゲッツーになるか。二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト。ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。第9球投げました、初球。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った。第5球投げた、変化球、空振り三振、スイングアウトの三振。7回の裏が終わりまして3対2、日本ラッキーセブンは無得点で終わりました。8回の表、これからオールセントラルの攻撃に入ります。先頭バッターは中田、今日はここまで3打数1安打1三振。投げた、低め見送ってストライク。1球目ストライクから。第2球、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。次は4球目、投げました、内角高め、ボール。さあ5球目、ボール。投げました、膝元、空振り三振。右バッターボックスは6番坂本、今日はここまで3打数ノーヒット2三振。初球カーブは空振り。第2球投げました、インコース引っ張った、アルボール。追い込んでから投げました、一つ外した、ボール。第4球を投げました、アウトコース高め、空振り三振。最後は直球、力でねじ伏せました。第1球投げた、スライダーはストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。投げた、低め、外れてボール。次は5球目、打ちました、ライト前に出る、取ってこれで3アウトチェンジ。佐々木三者凡退、無得点に抑えています。8回の表が終わって3対2です。湯浅降板、右のロドリゲス、今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球投げた、初球流し打ち、スタンドに入りました、ファール。投球これから2球目、見送ってボール。第3球を投げました、引っ張った、ライトの右、ダイレクトで当たった。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、源田、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは9番甲斐、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げました、打ちました。第2球投げました、空振り。バッター追い込まれました、追い込んで第3球をボール。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。投げました、インロー、外れてボール。さあ5球目、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました、あと二塁ランナータッチアップ。日本なおもチャンスが続きます。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面、投げました、ストレートはボール。第2球投げた、高め際どい、ボール。第3球を投げた、3球目空振り。第4球を
投げた。パワーカーブはボール。内角へ。次は5球目。流し打ち。どうだ。ライトへ行った。ワンバウンドヒットになる。日本ついに同点に追いつきました。3対3。山田タイムリーツーベースヒット。初安打。日本見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。ランナー1人を置いて迎えるバッターは大谷。第9投げた。ボール。第2球投げた。2球目空振り。二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ。二塁はセーフ。投げました。パワーカーブボール。第4球を投げました。打ったに当たりだ。行ったか。どうだ。入るか。山田三塁回った。中継。日本ここで勝ち越しました。日本貴重な1点。4対3。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。ロドリゲス降板。右の伊勢今日4番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9初球外れても、投球これから2球目。カーブはボール。投球は3球目。投げました。打った。ボールにお気をつけください。第4球を投げました。4球目ストライク。さあ投球は5球目。打ちました。ボテボテのサードゴロ。一塁送球アウト。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第9アウトコース高め外れてボール。第2球投げました。外れたボール。第3球を投げた。アウトコース低め空振り。第4球を投げた。4球目空振り。伸びのあるストレート。さあ投球は5球目ボール。第6球を投げた。変化球空振り三振。低めの変化球にやられました。ここはピッチャーに軍配が上がりました。8回までが終了しまして4対3です。佐々木降板。そして最後を締めるのは山本。最終回1点差でマウンドに上がります。オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。投げた。打ちました。第2球打ちました。マーキー下がっていった。ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは9番小園。今日4度目のバッターボックス。投げた。スプリットはボール。まずは外角低め。さあ次の投球投げました。2球目空振り。投げました。ボール。次は4球目投げました。ボール。第5球投げました。あっと引っ掛けた。ここはしっかり掴みました。日本勝利目前。バッターはトップに帰って近本。日本ここは何としても抑えたい場面。投げました。ストライク。投球これから2球目。スプリットはボール。第3球を投げた。打った。バイバイ。次は4球目投げた。打った。痛烈な当たり。一塁へ送る。源田うまくさばいています。試合終了。日本1点差で逃げ切りました。